あれ、老おじいちゃん？この村の構造は足腰に応えるわい。神たちはすでに遺跡へ向かった？マジか。いるよ。行っちゃったのね、先に。じゃあ先行くわ、おじいちゃん。買わないと損ですね。いやー、ダメだよ。騙されちゃう。確かにこの階段はおじいちゃんには鍛えるじゃないや。答えますね。パパ、ママ、迷子だ。あら、みときちちゃん、ちょうどいいところに来たわ。この子ったら迷子みたいなのよ。ほら、泣かないの。大丈夫。私たちがついてるわ。ね。だからお名前を教えてちょうだい。メル。私メルっていうの。ここにはパパとママと一緒に何日もかけてきたの。でも壁画のご利益でお金持ちになるんだって、そう言ってパパもママもどこかに行っちゃったの。ねえお兄ちゃん、お願い、メルのパパとママを。大丈夫よ、安心なさい。私たちがあなたのパパとママを探してきてあげるわ。私は村の方を探すから、遺跡の方を見てきてくれないかしら。いいでしょ、みときちちゃん。わかった。さすがみときちちゃん。じゃあ遺跡の方はよろしくね。私も村の方を探したら後を追うから。シルビアさん優しいよね。え、呪いの壁画なんじゃない？え、あれが遺跡？どうやって行くんだ？あ、降りていくの今度は。遺跡への道って書いてあります。結構な距離だね、遺跡まで。あと少し。いや、遠いよかなり。まあでも観光に来るにはいいかもしれないけど。ビビビと感じますわ、ミステリースポット。あ、ここにも鍵のかかったのが。何、迷子の少女のお母さん。残念ですが私は違います。まあそうは見えないですもんね、おばあちゃんだもんね。いないね。いや多分ね、壁画の呪いだと思う。絶対そうだよ。なんか吸い込まれちゃったんじゃない、壁画に。お、来てますな。これが壁画か。よ、お前も来たのか。このでかいのが噂の壁画だとよ。確かにこいつはなかなかの迫力だ。でもってそこで笑ってる彼女が俺らに幸福をくださる美女ってわけだ。ところどころ傷もあるけど、思ったより綺麗なんやね。あれって何でしょう。鍵のように見えますけど、なんだかとても不思議な感じ。もしかしてあれ魔法の鍵じゃない？魔法の鍵？おいおい、ベロニカ、派手に腹なんか鳴らして、お前そんなに腹ペコなのか。まあお子様は食べるのが仕事だからな。私じゃないわよ、失礼ね。あんたこそさっきから何よ、壁画の美女なんかに見とれちゃってさ。神谷って結構そうだよね。マルチナの時もそうだったもん、見とれてたって言われてたし。あれ、鍵が光ったけど、この人たちが入ってきてから。これが夢にまで見た幸福を与えてくれる壁画の美女。これでこのブブーカ様も大金持ちに。こういう欲書いちゃいけないんですよ。あんたら俺たちが見てたってのに。お前たちこそなんだ、さっきから壁画を見てたくせに。壁画のご利益はみんなのものだぞ。そうですとも、独占なんてずるいですぞ。そうよ、今度は私たちが幸せになら。みときち様、一旦この場からは離れた方が良さそうですね。
なんか一人だけ鎧着てるからちょっと場違いに見えるんですけど、ここの壁画の人気甘く見てたわ。どうした水戸吉、何か言いたそうだな。鍵がね光ったんですよ。あれ気づいてない？あ、違った。あ、そっちか、忘れてた。両親とはぐれた女の子を見つけてその親を探してるだって。そいつは大変だ。みんなで手分けして探してやらないとな。神よ優しい。水戸吉ちゃん、いたのかしら。ダメ、こっちは収穫なし。あ、ダメか。彼女のご両親どこに行っちゃったのかしら。メルちゃんも一人で心細いだろうし、もう一度彼女に会ってみましょう。面白くなってきたぞ。壁画絶対吸い込まれたんだって。多分今行っても無駄なんでしょうね。メルちゃんに会えってことですが、もうダメだ。あの壁画にメロメロだ。みんな取り憑かれちゃってる。階段の上にまだいるのかな、あの女の子。でもなんかそんな言うほどなんか美しいっていう感じではなかったけど、まあ幸運をもたらすって言ったら見たくもなりますね。メルちゃんどこかしら、いなくなっちゃったんだ。この村何かあるのかしら。水戸吉、あの子を探しましょう。人通りの多い広場の方に行けば誰か彼女を見かけてるかもしれない。 OK。 まあ広いからね、迷子になりやすいのかもしれないけど、またそれとは違うんだろうね。連れ去り事件、またここでも事件が発生したんですか。あ、ベロニカが見つけたみたい。この女の子が例のマイクかと思って話してたんだけど、あ、勘違い、似てるだけか。私はメルなんて名前じゃないよ。そっか、ごめんよ。ワンコー、そっち全然違う方見てワン言ってる。どこじゃメルちゃんは。セーニャがどっかに、あ、あっちだ。あっちにセーニャと、あ、じゃない。神か、あれ。あ、ちょっと待って。女の子に話を、まったく。店番の女の子ナンパしてたな、神言ったら。あなたは旅の人だよね。遠路はるばるようこそ。村には観光で？やっぱり遺跡の壁画がお目当てかい？いつでも冷静。いや、これは失礼。私はこの村で商人やってるボンサックと申します。どうです、観光の記念品から村の特産品まで。お土産買うならぜひうちで。お値段も勉強させてもらいますよ。ダメ、みんなで探したけどメルちゃん見つからないのよ。あの子どこ行っちゃったのかしら。おや、もしかしてこの村で人を探してる。いや、ちょうどよかった。あなた方は実に運がいい。あなたは何かご存知なのですか。え、知ってますとも。うちの嫁がね、あいつはこの先で宿屋をやってましてね、職業柄か耳が早いのなんの。人の出入りなんて、出入りなら何でも知ってる。あの宿に泊まれば迷子だろうが思い人だろうがすぐに見つかりますよ。いや、これは今後もご贔屓にしてくださるなら。あ、ただで。じゃあ泊まっちゃう。はい、決まり。うちの嫁には伝えておきますので、いつでも好きな時にいらしてくださいな。ただの客引きかと思いきや案外いい人でした。じゃあちょっと泊まっちゃいますか。ただだって言うし。店主さんちょっとごつめの人。あ、ここ違った。1階がサッカーバーで2階が宿屋か。ここは何階？ここは1階？じゃあ宿屋に行ってみよう。ここだ。主人から連絡を受けております。宿泊のお客様ですね。私が迷子の行方を知っている。一体何のことでしょう。
あ、さてはまた主人の仕業ね。いやー、やっぱりただの客引きかい。知らないよね。初回の宿泊、まあ、結局無料なんで、よかったです。はい、お願いします。はい、行ってきます。うちに泊まっているブブーカさんという方が昨日から戻ってこない。あー、遺跡の壁画。見に行った人みんないなくなってる。絶対もう、絶対そうだよ。壁画の中に吸い寄せられちゃったんだよ。それしか考えられなくない？迷子の少女。この村じゃ日常のことですって。それ日常じゃダメでしょ。何を言っているんだい。え、どうしたらいいのこれ。壁画にもう一回行くしかないよね。だって怪しいんだよ。あの壁画が絶対怪しいんだよ。しかもさ、あの、いなくなる子が日常茶飯事だって、それもダメでしょ。そんなこと日常茶飯事に起こっちゃダメだって。でもみんな気にしてないんだよね。ブブーカさんもいなくなっちゃったって言ってたし、まあ、もう一回行けば何かしらの手がかりはつかめるんじゃないでしょうか。いた。え、ね、なになになに、なんか呼び寄せられてる。え、どこ行った。何も喋らずちょっと悲しげな表情でしたが、あれかな、壁画の女の人が乗り移っちゃったんじゃないの、あの子に。そんなことないか。でも全然違う子みたいだもんね。もう雰囲気全然違いましたが、多分来なさいってことなんでしょう。行ってみよう。あの壁画の傷もちょっと怪しいよね。あら、誰もいないじゃない。さっきメルちゃんこっちの方に歩いてこなかった？確かに変だな。あの迷子はどこに行ったんだ？ねえ、ちょっとあれ見て。壁画の絵、前に見た時と少し違いませんか？ほらほら、周りの人がさ、増えてるじゃん。やっぱりね。な、変なこと言うようだが、ここに書かれてるやつら、なんとなく昨日の連中に似てないか？ほら、俺らと揉めたブブーカって野郎だよ。確か昨日から宿にも戻ってないって宿の女将が言ってたよな。だって左のさ、マスクのおじさんおかしいじゃん、あれ。なんだか嫌な予感がするわ。早くここから出ましょう。遅かったか。あ、おじいちゃん、ここまで来れたんだ。いかん、様子がおかしいぞ。しまった。閉じ込められた。ダメ、開かないわ。見て、壁画が。またあの鍵が光ってる。な、やばい。あ、壁画の中に入っちゃったんじゃない？ちょっと、まだ、あの、まだね、遺跡の町探索できてないんですよ、ちゃんと。後から行こうと思ったから。この奇妙な場所は、夢の中ってわけでもないよな。ほんとおかしな感じがしますね。まるで絵の中に入ってしまったよ。おいおい、マジか。ねえ、もしかしてメルちゃんもこの場所に連れてこられてるんじゃないかしら。どの道いつまでもここにいても仕方ないし、探してみましょう。
うね、壁画の世界入ってきちゃった。まあルーラー使えないでしょう。え、これ敵ではない、ただ浮いてるだけか。キャー、あ、敵が逃げてくってことはレベルは十分達してるってことですね。ではさささっとこんなところから抜け出してしまいましょう。あれ、壁画の前に人がゆらゆら揺らいでます。あ、昨日の人たちじゃない？あそこにいるのは例のブブッカってやつじゃないか。おい、あんたそんなところで何してんだ。皆さんはここに集まって何を。それにこの女性の絵、遺跡の壁画にも描かれていましたが、どなたなのでしょう。どこの誰だか知らないけど、ちょっと自己主張激しすぎじゃない。この美しさが分からぬとは、子供とはいえ愚かよの。どこを見ておる。こちらじゃ愚か者どもよ。おい、みんな見ろ。わー絵が動きました。ひーふーみー、7色か。汚い色ばかりで何、飽きていた。歓迎するぞ、ようこそ我が世界へ。特にお前、お前は他のものとは違うな。なかなか良い色になりそうだ。先だってわらわに魅了されたものども同様、残らず吸収し、わらわの美を支える一部としてくれよう。お前が吸収だと。おい、そりゃどういうことだ。どのような色になるか楽しみにしているぞ。なるほど、そういうことなんだ。ああ、ああ、壁画に魅了されて行ってしまった。いけません、皆さん待ってください。さよなら。危険な匂いがプンプンするわ。早くメルちゃんを見つけてここから出た方が良さそうね。行くっきゃないよね。もうあいつ倒すしかないじゃん仕方ないな、言ってやろう。まあ多分メルちゃん助ければ他の子っていうか、他の魅了されてしまった人たちも元に戻るんじゃないかと思うけど。うわ、デビル、デビル強そう。あ、あー、もう怪しい。もう絶対これ、絶対宝じゃない、絶対ミミック。でも開けたくなってしまうですよねギガ人食い箱、分かっちゃいたけど開けずにはいられない佐賀なんです。うわ、強っ。ザキミス、よかった。でも人食い箱って結構強いよね。前、昔からそうだよね。ドラクエの人食い箱は強い。しかもギガだからあ、毒になった。なぜイオラをするんだ、ミトキシさん。そこでいい感じじゃない。でも猛毒がどれだけ効くんだ。え、やっぱ強いな。え、ここの壁画倒せるかな。ちょっとミス。倒した。でもきっとなんかいいもの、あ、すごい経験値も結構くれるし。あ、ユグノア銀貨。あ、で宝箱になるの、ちっちゃい妖精の首飾り。あ、やったね。これ装備した方がいいんじゃないか。よし、聖女につけました。じゃあ行きましょう。悪魔がいる。もう絶対戦うことになるのは分かってるんですけどね。うわ手が4つある。もうなんか火がだんだんでかくなってない。
なんですかここ本当に。ていうかどんどんさ巨大化してってるよね、いろんなものが。あのろうそくとか食材とかもそうだし。この先にいるんじゃない？これは一体何よ。何でしょう。とても嫌な感じがします。え、何なのこいつ。え、これが壁画の正体？そうなんだ。うわー、食われてる。何色になったんですか昨日の人たちは。はい、囲まれました。これはやっつけるしかない。気をつけろ、こっちにも来るぞ。もしやこいつらの餌とするためにあの者たちやわしらをこの世界に引きずり込んだというのか。いやだ、葉っぱの餌になりたくない。ミトキチ、お鎧で、鎧でちょっとあざが見えづらいですが、見えづらいとか見えないけど、あっちだ。すごいあざの力でなんか倒せたわけではないんだろうけど、こっちだ。でも鎧着てたけど、あのユグノアの鎧なんで、あざっぽいマークがちゃんとねついてましたね、手の甲に。何が書かれてるんでしょうか。ここだけ壊されてるみたいだけど、どうやらこの壁画を発見した人が残したもののようですわ。私が偶然にも村のそばで発見した、数百年前に滅亡した古代プワチャット王国の不思議な壁画。これで人も集まり村も栄えるはずだった。しかしそれは大きな過ちだった。壁画は邪悪に呪われていたのだ。壁画は人の命を自らの糧とするため、人々の欲望を不思議な力で叶え惑わし、その御利益に預かろうとするものを吸収する。また欲深くない者の前には少女の姿で現れ、人の善意につけ入って欺き、壁画の中に引きずり込むのだ。あ、その少女がメルちゃん。その少女って、あ、それってメルちゃんのこと。つまり俺らはまんまと罠にはめられたってことか。行きましょう、早くここから出なきゃ。うわー、本当にみんなの善意につけ込まれた。腹立つな。一生懸命探してあげてたのにね。あ、あれだ、壁画の傷だ。でしょう。水戸吉様、これは一体この裂け目、もしかして壁画、外の壁画についていた傷じゃないでしょうか。だと思った。きっとそうに違いないわ。だったらここから外に出られるかも。そうはいかぬぞ。考えてる時間もなさそうだな。さあ行くぜ。あ、倒さなくていいの。あ、やったやった。逃げよう逃げよう。あ、出遅れちゃう。あ、大丈夫だった、よかった。最後まで動画をご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらをクリック、そして最新の動画がこちらになります。ぜひ他の動画もご覧ください。そしてツイッターもやっておりますので、動画が上がった際のリツイートなどなど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、みとくでした。